はい、皆さんこんにちは。やるやんチャンネルの大和です。突然ですが、皆さんはコレイはゲットしましたでしょうか？バージョン 3.0 にアップデートされて初登場したこのコレイですが、同じく新しく実装された草の主人公と組み合わせると、なんと入手した瞬間の低レベルテンプレベル1の状態でも即戦力として活躍することができます。というのも、同じく新しく登場した激化開花の元素反応自体がとても強くて、それを効率よく起こす上でコレイと主人公がとても相性が良いというのが大きな理由です。ということで、今回の動画ではなぜ相性が良いのかというのを説明しながら、その強さをお見せしていきます。というわけで、早速ですがパーティーはこちらになります。今回は開花型の編成にしております。コレイ、主人公、珊瑚の宮ここみで開花反応を起こし、双幻覚を生成、そして忍ちゃんのスキルで超開花を起こしてバインショットでダメージを与えていくというのが基本的な立ち回りになっています。では見ていただくのが一番だと思うので、早速ハムヨシ君で実践していきます。まずはココミのスキルを発動して、主人公の元素爆発、コレイの元素爆発と打っていって、では行きます。いやこれマジで強いですよね。ハムヨシ君の HP を見てください。いや溶けるよ本当に。バインショットの一発あたりが約3万3000くらい。たった3つの双幻覚を超開花させるだけで約10万くらいのダメージを出せてしまっているんです。いや、本当にこれはやばいんですよ。この双幻覚なんですけれども、同時に5つまで生成させることができますが、この生成効率が一番良いのが草の主人公とコレイのコンビなんです。お互いが設置型の元素爆発を持っているので、他のキャラに変えつつ草元素を付着させることができますし、付与頻度というのも相当なものになります。また草の元素共鳴が発動するので、味方の元素熟知の値を上げることができますし、元素チャージの効率が良くなるというのも相性が良い理由です。ではね、もう一度見てみましょうか。いや、これがね、一発3万3000のダメージを与える双幻覚です。やばいよ、本当に。ただ、もちろんね、これだけでなくて、超開花反応が起こっている間に、別の激化反応や感電反応も起こっているので、さらにダメージが上乗せされています。開花反応は、感電やカフカと同じで、固定値系の元素反応に分類されるので、元素反応を起こす側、この編成で言うと忍ちゃんの元素熟知とレベルを上げれば容易にダメージを上げることができます。そのため、最悪他のキャラは下地さえしっかりと付着させてくれればレベルを上げなくても問題ないんです。まあ、問題ないというと語弊があるんですが、もちろん他の3キャラをしっかりと育成して厳選すれば、開花に加えてさらにダメージを出すことができるので伸びしろがあるということです。今は超開花反応の強さをお見せするために、超開花反応に関係のないステータスは極力外しています。この状態でここまでの HP の減りなので、しっかりと育成していたらと思うと、これはね、にやけちゃいますよね。超開花反応によるダメージは敵の元素耐性が影響してくるので、例えば元素耐性がマイナスの工場からくり陣形を相手にすると、一発あたりなんと4万を超える値を叩き出すことができます。これは強すぎますね。超開花反応を絡めた元素反応の良いところは、スキルや元素爆発の順番をあまり気にする必要がないというところです。それはなぜかというと、他の元素反応が起こってしまっても問題が少ないからです。今回の場合を例に説明すると、
草と水と雷の三元素があって、開花反応を起こさせるためには、草元素と水元素が接触しないといけませんよね。この時に反応のし間違いとして起こる可能性があるのは、草元素×雷元素の激化反応と、水元素×雷元素の感電反応です。激化反応が起こった時に、敵に付着している元素は、草元素のままなので、その後に水元素を接触させることで、開花反応を起こすことができます。もしそのまま超激化反応や草激化反応が起こったとしても、草元素は敵に残り続けるので特に問題はありません。続いて感電反応が起こった場合は、水と雷の元素が両方残り続けるので、そこに草元素を接触させれば、こちらも開花反応を起こすことができます。そして双元核さえ作ってしまえば、双元核と反応するのは雷元素だけなので、確実に超開花を起こさせることができます。ただしこれはあくまでこの三元素の話なので、ここに炎元素や氷元素を加えるとまた話は変わってくるので、そこは注意しましょう。はい、続いてこのキャラたちを持ってなかった場合、誰に入れ替えればいいのかっていうことについて話していきます。水元素キャラはユクアキやイエランやアルタリア、雷元素キャラはライデン将軍やヤエミコ様などがおすすめです。敵に元素を付与できる回数が多くて、さらには入れ替えても残り続ける設置型や追撃型がベストです。アルタリアは設置型や追撃型ではないですが、もしコレイ主人公をしのぶちゃんの編成に水付与枠として採用したならば、アルタリアをメインアタッカーとして使いつつ水付与させるという使い方ができるので、とても相性が良いです。ただできることであればしのぶちゃんやココミのどちらかは採用させたいところです。というのもこのパーティーの弱点とも言えることなんですが、敵を主人公とコレイの元素爆発内に留めさせることが大切で、そのために敵に近づいて戦わないといけません。そうした時に被弾が多くて事故する可能性が多いので、回復は1枠は入れたいっていうのが理由です。では続いて各キャラのステータスを見ていきます。まずはしのぶちゃんから。レベルは90で元素熟知は1093です。超開花反応のダメージはキャラのレベルと元素熟知の値によって変わるので、なるべく高くしてください。他のステータスは特に気にする必要はありません。武器は倉庫にしていて、生物は楽団にセットとキメラ型にして元素熟知を伸ばしています。理想は金メッキ4セットなんですけれども、まだ厳選ができていないのでとりあえずこの型にしています。メインステータスは全て元素熟知です。このあたり何も考えず熟知盛りにできるところは超開花反応のいいところですよね。他の3キャラに関してはさっと見ていきます。産後の宮ココミは HP と与える治療効果を伸ばして回復型にしています。武器は不滅で、生物は海染め4セットです。主人公は元素爆発を回すために武器は祭礼、生物は絶縁をつけています。最後にコレイですが、レベルは20とほとんど上げていません。ちなみに主人公に関してもレベルは上がってなくても全然問題ありません。そして武器はしのぶちゃんの元素熟知を上げられる終焉にしていて、生物は草元素耐性を下げるために森林4セットにしています。超開花反応は草元素ダメージ扱いなので、森林4セット効果の対象になっています。はい、というわけでいかがだったでしょうか。開花反応、激化反応、燃焼反応、草元素を絡めた反応に関してはまだまだ可能性がたっぷりと詰まっているので、これからもいろいろと試していきたいと思います。もしこの動画が少しでも良かったという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではさようなら。